ユニオン所属、エールウィンと言います。あの対戦で演習と作戦にたくさん参加して、ロイヤルとアイリスともちょっとご縁がありました。レキシントンさんのような大人の女性が憧れですね。指揮官、よろしくお願いしますね。はじめまして、エールウィンと言います。実は私、航路には詳しかったりするんですよ。なので、案内役はぜひ私にお任せください。指揮官、お帰りなさい。そろそろ新しい一日が始まりますよ。指揮官はレキシントンさんとサラトガちゃん、どっちが好きですか？それとも、他の子が好きだったりしますか？レキシントンさんと同じ舞台でライブをする夢を見ました。私、もし私がね、レキシントンさんと一緒に歌ったり踊ったりしたら、指揮官はどちらを応援しますか？また演習。次から次へと、実践をして、みんなと一緒に出撃したいです。デューイはすごく面倒見が良いのですよ。同じレキシントンさんのことが好きなことして当然かもしれません。指揮官？何？まあ、指揮官、マナー違反ですよ。任務が来ました。早く出発しましょう。なんてね。今はまだ大丈夫ですよ。任務完了です。指揮官へのご褒美もたくさんあるはずですよ。ん？メールがあるみたいですね。しょ。あ、これは良いお知らせですね。指揮官お帰りなさい。みんなのために美味しいお菓子のお土産を持ってきてくださったのでしょうか。ありがとうございます。いただきます。軍事委託完了です。指揮官、一緒にみんなを出迎えに行きましょう。もう、あまり実感がないかも。まあ、別にいいですよ。強くなるのは悪いことではありませんから。みんな、一緒に頑張りましょう。MVP をゲットしました。エールウィンにご褒美をくださるいい指揮官でありますように。うん、負けちゃいました。指揮官、残念賞のキャンディーをいただけないでしょうか。エールウィンも少し頑張りますよ。まだ大丈夫。多分。指揮官、よく聞いてくださいね。このままでは、私までも指揮官と距離を取っちゃいますから。指揮官、今すごく忙しいですか？私からちょっと。はい、キャンディーあげます。糖分は頭にいいですよ。デューイと比べてほんのちょっぴりだけ、太っているじゃないもん。もう、指揮官なんか知りません。指揮官ってやっぱりちょっとお肉がついてる子が好きですか？私毎日牛乳飲んだりお菓子食べたりしているから、きっといつかは指揮官好みのタイプになれますよね。指揮官、今日も私ちょっぴり変わりましたよ。指揮官は気づきました。まだ気づいていないのですか？早く、早く、早く気づいてください。え？
指揮官、リクシントンさんを好きになってもいいですけど、私のことは絶対に好きでいてくださいね。私、指揮官が好きになるように毎日毎日、毎日毎日頑張っていますから、絶対に気づいてくださいね。ね。レキシントンさん、ずっとそばでお守りしますよ。デューイ、私の活躍を見ててね。ここがアクアリウム。なんだか新鮮な気分です。あ、今日は私が案内するのではなく、指揮官がエスコートする番ですから、迷わないようにご注意くださいね。指揮官、今日はよろしくお願いしますね。どう？このカーテシーはロイヤルメイド隊から勉強したのですよ。お腹がちょっと減りました。クッキーとキャンディーと。あ、いけない。指揮官の分は残しておかないと。訓練の時に潜水艦のみんなと一緒にあっちこっち行ったり来たりしていましたけど、こうして海の中から見ると奇妙な気分です。この服はすごく気合を入れて選びましたよ。指揮官、どうですか？今度レキシントンさんたちのライブを一緒に見に行きませんか？指揮官のチケットも準備しますよ。指揮官、もう、変な気分にでもなっちゃいました？さっき見たこと、対戦戦闘の役に立てるのかしら？優雅に、エレガントに勝ちました。どういたしまして。私、初パトロールでチャンスを見つけて空母を沈めたんだ。結構ピンチもあったから、別に楽なんかじゃなかったよ。まあ、全部乗り越えたけどね。この話に興味があったら、どんどん教えてあげる。ユニオンの潜水艦カバラ、艦隊のために戦艦を持ってくるから待ってて、指揮官。おはよう。今日も帝国通りに来たね。海の中だけでしか戦えない潜水艦じゃないよ。水上でも大丈夫よ。潜水艦はもっと強くならないかな。例えばもっとすごい武器を積めるようになるとか。何もしないのにここにいるのはつまんないね。指揮官、なんかやらせて。ふはー、陸の上でも海と同じぐらい気持ちいい風があるんだ。もう触るな。くすぐったい。逮捕されちゃうよ。ブーブー。任務をこなしたら報酬をいっぱいもらえる？お、報酬がいっぱい。指揮官、いいもの食べよう。新しいメッセージ、潜水艦の仲間からか。指揮官、潜水艦の活躍が必要になったらカバラに声をかけて。委託組、無事帰ってきたね。強くなった。ふふん。
をちょうだい。勝利はカマラのおかげ。ぐー、海の水が塩辛いからだよ。待ってたよ、このチャンスを。どんなに厳しい状況でも諦めない。嫌いだ。負けるのが怖いなら勇気を奮い立たせよう。勇気だけでは楽に勝てないって時は指揮官の力が大事ね。指揮官の指示さえあれば私たちは何でも乗り越えられる。最近なんか臆病になった気がする。出撃の時に今までのようにシャキッと戦えなくなっちゃったし、指揮官のことを思うと、きっと指揮官のせいだ。でも本当に指揮官のせいなのかな。指揮官が私を子供のように抱っこしながら模倣場を走り回る夢を見た。おかしいよねこれ。妙に嬉しい気持ちになっちゃって、なんだろう。あわわ、待って待って、なんでいきなり抱っこしてきたの。何をする気なの。ウェイトトレーニングの練習。冗談じゃないよ。みんなが見てるから早く下ろして。どっちが強いか競争だ。指揮官遅いよ。これコンビニの割引コーナーから手に入れた戦果だよ。はい、このパンあげる。指揮官待ってたよ。スナックはアルバコアちゃんの分、魚雷プラモデルはディスちゃんの分。コンビニって何でも置いてあるよね。スーパーレア、すごい。指揮官これこれ。へへへ、見せてやろう。限定版サラトガちゃんぬいぐるみ、羨ましいでしょ。もう持ってるの。私騙された。学園生活思ってたよりずっと面白いよね。私学生さんに向いてるかも。な、指揮官、半額のポテチを持って行っちゃダメ。指揮官、学園の外にいるのを狙ってたの。任務？学園の宿題なの？指揮官、今日はホットドッグ半額だって。あれは伝説のシールハント？あ、委託組だった。アラバマ、サウスダコタ級4番艦、幸運の A。 他に言うこと？ノルウェー、マーシャル諸島、マリアナ沖で戦果を手に入れた。それとレーテ沖とモービル湾。うん、いい気持ち。アラバマだよ、僕に何か用？着任？ああそうだ。うん、他にやることないし一緒に行く。レッツゴー。あ、指揮官、悪人だったらぶっ飛ばしてた。なんかお腹減ってきた。ターキー食べたいかも。
指揮官。指揮官。指揮官。別に呼びたかっただけ。ターキーショットしたいね。僕が飛べれば。いい天気。指揮官、芝生でひまわりごっこでもしてみない？気持ちいいし、一日中あのままでいてもいい気がする。腹筋が気になる？触ってみる？ん？指揮官、何やってるの？指揮官、これは？なるほど。これが任務の書類なんだね。任務の報酬をもらってくる。僕、力持ち。指揮官、どうした？メール？あ、うん。メールを取ってきたのを忘れてた。はい、これ。指揮官、ここで横になって。みんなそうしてるのに？水平線から。指揮官、委託組だよ。うん。遠目は自慢だから。何かぶっ飛ばしたくなるよね。うん。飽きるまで付き合って。普通にぶっ飛ばしただけなのに、なんで褒めてくれたの？撤退？いいけど。まだ倒れないで。よくもやってくれたね。あなた、誰でしたっけ？指揮官、ティルピッツをここに呼んできてもいい？ずっと力比べしたかったけど、いつまで待っても出てこないから。獣王の子たちと仲良くなった。嫌われると思ったのに、全然そんなことなかった。うん。獣王、面白いかも。指揮官、抱っこさせて。指揮官、抱きしめるといい気持ち。安心する。うん、いい感じ。指揮官、後で部屋に来てくれる？ずっと抱き枕とか何かに抱きついて寝てたけど、今は指揮官もいいかなって。永遠に抱き枕扱いしていい契約？毎日指揮官に抱きついて寝てもいい感じ？うん。嬉しいね。指揮官、今から抱きしめていいかな？姉貴、全部僕に任せてもらってもいい？ティルピッツ、勝負。ボルチモア型従順洋艦のネームシップ、ボルチモアだ。海軍条約の制限を受けずに、初めて設計、建造された従順であり、それゆえに、当時における様々な最新兵装を搭載できた。この艦隊で、自由と正義のために、人働きさせてもらう。やあ、助けを求めてるのはあんたか？
私はボルチモア、通りすがりの従順洋館だと、冗談はここまでにして。ボルチモア、着任した。指揮官、よろしく。さて指揮官、仕事を始めるか。できること、すべきこと、そして実際にすること、取捨選択が必要だ。指揮官は一番うまくできることに集中すればいい。仕事はきっちりこなしてみせるさ。まあ、指揮官の部下として当然だな。あれがクイーン氏？ずいぶんと姿が違うな。それもそうか、違う艦船が同じ名前を持つ。別におかしくないな。力だけでは根本的な解決にならない。指揮官、私が言うまでもないと思うが、このことくれぐれも忘れない方がいい。酸素コーラを持ってきてくれるのか？どうも。やっぱり効くなこれ。今の聞かなかったことにしてくれ。ミッションか。よし、まずは一覧表を確認する。ミッションボーナスだ。改造や修理の資金があれば助かるな。指揮官、通信だ。もう少しこまめにチェックした方がいいかもな。指揮官、怪我はないか？委託が完了した。少し動きたいから、次の委託は私に任せてくれないか？よし、だんだんフィットしてきたな。全艦、フォーメーションスタンバイ！お前たちの力、正しい道に使うべきだったな。正しい道でも、つまずきがあるものだな。まあ、愛は十分、仕留める！慌てるな、集中しろ！指揮官、もう少し心に余裕を持たせた方がいい。正しいことをしようとする意志さえあれば、それを口にしなくても人は正しく生きていける。指揮官が正しい道を進むことを祈っているよ。さて、堅苦しい話はここまで。次は何をすればいい？指揮官さえ良ければ、こっちは割と何でも相談に乗れるから、困ったことがあったらどんどん頼ってくれ。お買い物に一緒に行ってほしいか？いいよ、お安い御用だ。ついでにデートも？構わな。ちょっと待て、デートって、あのデートか？どうする、やっぱこういうのは慣れないな。もっと女の子っぽく振る舞った方が。あ、いや、これはあくまで私の問題だ。ったく、指揮官のそばにいると調子が狂うな。はい、私もずっと指揮官のそばで苦楽を共にし、永久に愛を捧げることを誓おう。な、指輪をつけた後は、なんだ、ちょっと何をする。ウィチタ、頑張りすぎるなよ。いいコンビネーションができそうな感じだな。あ、指揮官は部活に視察か？ご覧の通り、汗をかくだけの健全なスポーツサークルだ。怪しいものは何もないよ。
指揮官は部活の場所知ってる？私が一緒に案内した方がいいか？ここの部活は趣味第一、誰でも OK のスタンスだ。指揮官も何か気になるサークルがあれば入るといいよ。クリーブランド、今度またバスケでもしないか？そっちがインディペンデンスを連れてきたら、こっちもピッツバーグたちに声かけるぜ。お、飲み物をくれるのか？どうも、いただくよ。あ、汗ですけ、どうも、注意に感謝する。なんだ？これはいい汗かいたな。ほら、タオルだ。飲み物も買ってこようか？やってやるぜ！